毎朝毎朝なんかこう鉛を飲んだような、あの重苦しさっていうんでしょうかね、なんだか知んないけど起きて、うわまさか俺今こうやってなんかちょっとうつうつとしてるこの精神状態って、これが男の更年期なのって。俳優や画家として活躍中の片岡鶴太郎さん69歳、語ってくれたのは更年期障害の症状で悩んだ過去でした。更年期というのはもう女性特有のものだと思ってたから、男性にはそういうものはないというふうに勝手な思い込みがあったもので、女性特有のものというイメージがある更年期障害ですが、先週都内の病院を次々と訪れていたのは更年期障害の症状を訴える男性たち。こちらの50代男性が2年前から悩んでいるのが、ホットフラッシュ、夜中に突然にドワーって汗かく、パソコンやってて汗バーってかくのが始まったんですよ。で、自分その男性更年期なんてあるの知らなかったんで、その時は熱中症だと思ったんですよ。あー、なるほど。男性の更年期障害に詳しい順天堂大学大学院の堀江主任教授によると、他にも様々な症状が見られると言います。やっぱり疲れやすいってことがありますね。それからちょっとこう十分眠れない、いい睡眠ではない、おしっこが近い。またあんまりいろんなことがこう面白くないですね。だから笑わなくなるっていうような症状があります。実は40代以上の男性の6人に1人が該当すると言われている更年期障害。堀江教授によると、緊張や周囲の評価を得られないことなどが原因で男性ホルモンが減少、更年期障害を引き起こすのだといいます。後半の方になってくるとだんだんやっぱり力がなくなってくる、一時は起き上がることすら難しくなり休職を余儀なくされたという50代の男性。しかし病院で治療を続けたところ、打ってみたら私の場合すぐ反応して、ちょっとかなり今上がってる感じなんですね、はい、男性の場合この症状は自覚はしてるんです。ただ多くの人が年のせいだって思ってるんで、男性の場合いつでも誰でも更年期になりうるということをやっぱり知っておいた方がいいんですね。さらに目覚まし8が取材したのは、更年期障害の症状に悩んだ経験があるという俳優で画家の片岡鶴太郎さん。毎朝毎朝なんかこう鉛を飲んだような、あの重苦しさっていうんでしょうかね、なんだか知んないけど起きて、うわ人と会って話しててもその話に話題にこう夢中になって話していられたのに、今はふっとその話題に乗り切れない、我を忘れて、没入できるっていうことができなくなっているっていうかね。仕事的には例えば絵を発表したのが40歳ですから、毎年毎年展覧会をやってますけど、10年やってますから、やるっていうことはあもう当たり前だなってっていう、ある種その新鮮なニュースではないというか、ドラマ役者としてもいろんな役をやってて、あの老けでもないし若くもないという、ものすごいこう中途半端な年齢になってますから、まあ、いただいてる役は一生懸命やってても、どっかでもっと刺激のある役をやりたいのにちょっと物足りなさを感じてるっていう。そんな鶴太郎さんを変えたのが運動と食事、これが大事だということがものすごくこう改めて感じましたね。運動と食事で、その後私はヨガをやるようになって、非常にこうポジティブな思考にどん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 変わっていった。10年以上ヨガを続けているという鶴太郎さん。そこで
ヨガの何かこう簡単にできるポーズとかってご教示、一つだけご教示いただくことって。まずやっぱりね、ストレッチが大事だと思うんです。親指をですね、この中に入れましてね、こうして結ぶかに親指を中に入れて結んで、でこのままこうして今度は息をですね吸いながら両肩を上げます。吸って思いっきりこう吸って吸って吸って、肩をぐーっと上げながら、で吸い切ったらば吐きながらふんと落とします。これを10回やってください。これ肩こり治ります。今日はこんなところで、はい、また次回お呼びください。はい、いかがですか。いや、なんかちょっとすっきりする感じします。やはりご自身との向き合い方、考え方ってすごく大事だなと改めて思うんですけれども、はい、この男性の更年期障害の症状です。疲れやすいとか、物事面白くない、体重の増加、やる気、集中力がない、多岐にわたります。で、自分では気づいているんだけども、これ年齢のせいにしてしまっている方がやっぱり多いということで、はい、順天堂大学大学院の堀江主任教授、対処法です。まずはやっぱり体を動かすというのも一つですし、鮭などに含まれているビタミン D、貝類などに含まれている亜鉛を取ること、あとは会社と家ではない第三のコミュニティを作る、そこで自分というものをもう一回見直す、見られる、こういったことも大事だということでした。確かにね、なんか男性の場合ってやっぱ女性みたいに強くその体の方に症状が現れるわけではないですけども、どっか男性とは勝つとか獲得するみたいなことずっと競争してやってきてるじゃないですか。で50超えてくるとそれが一段落してピークを超えてきたところで、なんかこう虚無感とか喪失感みたいなものを感じる場合もあると思うんですよね、はい、これやっぱカズさん一言じゃないですね、男性にとってこの更年期ってのは。まあほとんどの人が実は感じてるけど、まあそういうもんだろうって受け入れてる方が多いのかなと思いますね、はいはい、もちろんそれは症状は各々に人それぞれ差異はあるとは思うんですけど、ただこれで更年期障害だからっつって、もちろんホルモン補充療法とかもあるんですけど、はい、それをやるのも大事だし、でも、谷原さんおっしゃるように人生下り坂には入ってきたんだってことを受け入れながら、新しい生き方を探すのが一番健全かなと思いますよね、そうですね。